皆さんこんにちは、夏美由香です。先日世界的ネイルブランドエッシーの新作発表会がありましたので参加してきました。会場で実際にネイリストさんに新作のネイルを使ったアートもネイルアートもしていただいたので、それも動画にアップしましたので最後までご覧いただけると嬉しいです。この夏2015年サマーコレクション、新作はこの5色です。カラバリは左からのグリーンっぽいカラーのジェラート、次にオレンジ系のカラーのバクインザリモン、そしてピンク系のカスケードクールで、パープルピンク系のグロービンダ、パープル系のプライベートビッグエンドです。限定色なのでお早めに購入した方がいいと思います。けど発売日は今年2015年の7月17日金曜日になりますので、ぜひ皆さん店頭に足を運んでみてください。で、この5色は実はストーリーがあるみたいです。ここに書いてあるようにプライベートウィークエンドの週末に銀座へゴーして、どうやらビキニをピンク色のを買って、でこの夏だけの限定フレーバージェラート、グリーンの何か多分ジェラートっぽいものを食べて、そして夕方になってサンセットにはこうリムジンで街へ繰り出すということで、バックインザリモのリモってリムジンなんですけど、なんでリモなんだろうと思ったらば、これを読んで理解しました。これは多分 AC さんが作ったストーリーなんですかね。会場には AC の新グローバルカラーデザイナーに選ばれたレベッカ・ウィンコフさんもいらっしゃっていました。レベッカさんはニューヨークコレクションでも活躍するデザイナーさんで、そのショーなどでエッシーのネイルを多用してたことから、今回のグローバルカラーデザイナーに選ばれたというそうです。レベッカさんはこんなにカラフルなお仕事をしているのに普段は黒を着ることが多いんだそうです。理由は、黒が引き締まって安定感があって仕事に集中できるのだそうです。私は黒じゃなくて白を着る派なんですけれども、理由は少し似ていて、何色にも染まらない状態で先入観なく作品を作っていきたいからという理由で白を選んでいます。会場でネイリストさんに新色を使ったネイルアートをしていただきました。最初にスケートクールで平らに塗った後、2回目に厚塗りで同じカスケードクールを塗ります。そこにホワイトのプライベートウィークエンドを点々と置いていき、それをマーブル状に伸ばしていきます。同じ筆を使っているんですけれども、毎回ちゃんと拭き取りながら綺麗にして筆を使っていきます。すごい使いやすい筆みたいですね。はい、これでマーブルネイルの完成です。で、驚いたんですけども、この後乾いてないんじゃないかっていううちにトップコートを塗って、全然マーブルもよれなかったですし、もうエッシーのトップコートの乾き方ってすごいんだなって実感しました。で、トップコートを塗ってまたさらにすぐ後のオイル、アプリコットキューティクルオイルを塗りました。本当にもう時短できるんですね。
他にも最近流行りのマットな仕上げにしてくれるトップコートや、私みたいな巻き爪になりやすい乾燥している爪にも使える保湿力のあるベースコートなどがエッシーから出ています。会場に並んでいる食器がネイルのカラーに合わせてデコレーションされていて、すごい可愛かったです。会場では新作を自分で試せるコーナーもありました。ネイルカラーに合わせたジェラートも配ってました。5色展開でグリーンはピスタチオとか、もうとても分かりやすく並べていて、とっても可愛かったです。で、このグラスも四角いの、実はエッシーのボトルの四角いのに合わせているそうです。皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。またこういったイベントなどをレポートしていけたらなと思います。感想は下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。もしこの動画が良かったなと思ったらグッドボタンを押してください。またぜひぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。